はい、昼寝所ちょっと今から行きたいきますからね。ありがとうございます。先生、ここの家、進めて、こう、初めての古代前とか、ここの家ちょっと、うん、コーヒーで当たるから、コーヒー屋さんも大変だったんやけどね、実際は今日はね、これ、そばの日やったらしいからね、それをね、そばの日やったんで、断ってね。カレーを食べましょう。はい、ありがとうございました。はい、やってきました。黒姫山公園でございます。あー、先週ね、一回来たんやけど、全部ね、シムが飛んでまして、取り直しでございます。はい、すみません、経営さん、一週間怒りますよ、申し訳ないね。はい、こっちが遠藤埴輪でございます。遠藤埴輪、地面だな、ここにね、これは石油と模型でございます。あ、見えないんかい、模型でございます。あれ、見えなかったかな、これ模型かね。本物は博物館あるかもしれない。後で博物館寄りますけどね。はい、こんな感じでございます。まあ、管理棟の方から入ってみようか。この前は夕方3時過ぎやったんでね、ちょっと西日で眩しかったんで、今日はどうやろうね。管理棟でございます。ここにね、あー、形が分かるね。これが横にね、鯖山古墳所があるんだけど、どこなんだろうな。これだいぶ見に行ったんやか分からんで、全長がね、28メートルということで、ホタテ貝式のね、あの横言うんやけどね、どこなんだろう、分からへんな。なんか周辺にね、6キロぐらい歩いて聞いとるんやけど、あー、6キロ書いてあるね。ちょっと周辺は分かりませんけどね。これが公園になってます。芝生がいっぱい敷き詰めてね、幅が3、40メーター、4、50メーターあるか、奥行きはあのあそこまで150メーターぐらいかな。広いね。東西114メーター、高さ11メーターを持つ前方後円墳、昭和22年に発掘されたんかね。あのね、鎧とか兜とかいろいろできたってこと聞いてんだけど、もう書いてあるね、ということでございますけどね。ちょっとはっきり分かってないんだけどね。これは後円墳でございますね。かなりちょっと分からへんだけどね、これはこの辺は後円墳だろうな。こんな感じでございます。何かおりますよ、あの辺で、ね、波が立ってますから。今回で3回目か4回目なんだけど、バーンとね、やっぱりそうやね、あっちが方分の方やね。そこはくびれかね。111メーター。111メーター。もうちょっとな、採石じゃね、もうちょっとなんかあるそうな感じすんねんけど。150メーターぐらいあるそうな雰囲気だけど、どうなんだろうな。111メーターになってるけど。ほら、ここにほら、黒姫山古墳。石碑が。いつね、昭和52年の石碑でございます。こんな看板あるの珍しいね。どこ行っても看板がなくて困ったもんね。これが、これはちょっとどうも意味わからへんだけどね。あっちがやっぱり古墳かね。こっちね、円になってるしね、そうやろうね。ちょっとイメージ的にはおかしいんだけどね。ここの北側行ってみな、北側でちょっと確認してみよう。お腹入れるかね。この前中歩いてないんで、こっちの中入ってみるか、今日は。この前ここ歩いたんだ。ここ中入ってみるか。ねえ、1週間前も来とんねんけど、全然取れなかったんでね。まあ、形わからんか。もう、豊富ね、はい。興奮ね、はい、わかりました。はい、じゃあちょっと進んでみましょう。経営さんにはちょっと時間ね、アップする時間が遅れますけど、すいませんね。1週間遅れましたね。先週の古墳は何件取ったかな、 3キロ取ったんかな、全然取れないがっかりでしたけどね。ここでもね、長いこと昨日立ち話しとったけどな、
この古墳のことについて。あら、あれがそうかね。あれが、あの、ガンザにね、作られた。これは墳丘部分のね、円筒波には。こんなやつがね、一番冗談だけど359本もあったらしいんだけどね。そこあたりのね、初めて発掘した人はもう、ね、答えられんやろうね。ああ、すごいね。入れんか、入れんやろうな。いや、いいね。いや、これ最高。いや、北から、北から南をちょっと見てみましょうかね。わかるかね。ここからね、南を見ると、あら、見えないか。広いからね、ああ、なんとなくか。古墳の方の幅がものすごく広いんでね、この、いわゆる墳丘の長さがね、ちょっとこれで目視は分かりづらいんだけど、ものすごく短く感じるんだけどね、こういうことやな。だから木がいっぱい生えとるんで、形がね、ちょっと分かりづらい。護岸工事してないな。ちょうど紅葉でね、綺麗なんだけど。航空写真は昔々見たことあるんだけどね。どうやったかな、豪雨なかったかな、水入ってなかったかな、当時は。ここやね。あら、これ奥まで200メートル、300メートルあるぞ、これ。ね、こんな広かったの。全然知らないんだね。はいはい、ゴルフは禁止でございます。今度また回って集合回りましょうか。はい。なんか豪雨の横にね、こうやって池が作って、ね。ほとんど下歩いてないぞ、これ。わしらみたいなやつが歩かんねやろな。ほとんど歩いた後ないね。いやー、護岸工事してないね。あれ見たら、護岸工事写真見たら下の感じ。あ、しかしね、石があんねんけどね、どうなんだろうね。わからんな。結局そんなが豪に水入れただけで終わってんのかね。いや、あれ、やっぱり石があれあるということはね、護岸工事してるような雰囲気ないんだけどね。いやいや、なかなかいい景色でございました。これがね、近々チクチクチクしまんね、この、これが。これがね、葉っぱが尖ってますね。なんて木だろう、これ。あら、頂上が。もう、あと11月ですよ、頂上さん。もう寒くなりますよ。こうか。かなり大きいね、練習は。はい、ありがとうございました。ちょっと遅れましたけどね。はい、二段目に出しておきますよ。歴史博物館の入口でございます。三原って、ひらがなくなったんかね。あ、ホールもあるのか、知らないんだね。これは失礼しました。今日はね、そばの日なんだけど、それ知らんとね、先ほど昼ご飯食べたんやけどね、すんまへん、無理言うてカレー食べさせてもらいました。文化の新たな象徴として、ここに長く検証していくのです。平成24年6月20日、堺市名。あれへんのかね、これ。ゴーンと、疲れんねんな。ああ、そこにあんねんけどね。残念でっか。ね。おお、反対から見てみようか。よしよし。おい。あらら、ブランコもあんのかね、これ。ほら、ブランコが。すごいすごい、張ってますわ。日時計や。何か他にあるんですか？博物館と、あの、催し物をするところのホールがある。あ、ホールがあるんですか。こんな大きいんですね。あの、ピアノのコンサートとか、発表会とか、はい、それから、あの、歓送迎会、小学校、中学校、小学校の。そんなことできます。
これが円筒始まりです。これはね、またどっか国立博物館かどこ行ったんじゃないやろうな。すごいね。東大寺も行きましたか、ここから。はいはいはい。あら、すごいね。はい、ありがとうございました。堺市歴史博物館でございました。